は念仏を食べるお魚についてみるです。念仏大です。はい、パーコ先生、こんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、念仏台でございます、はい、おー、これもよくいるお魚ですね。そうなんです、これもうこの時期大量の、大量発生しております。大量発生しますね、はい、もう前が見えないくらいいますね。そうなんですよ、これ今、ダイバーが写真撮ってるんですけども、はい、もうこのダイバーが包まれてる時さえありますね。ありますね、はい。でこの日なんかね、あれ潮の関係だと思うんですけど、妙に下にいる時とか上にいる時とか ありますありますよね。ありますあります。なんかその日によっている生息、いる接している水深が違うみたいな傾向ありますよね。ありますあります、はい、はいはい。でこれなんで念仏台って言うんですか、パーコ先生。なんか一つは繁殖期になると浅瀬に上がってきてブツブツという求愛音を発すると言われてるみたいですね、はい。あんまり聞こえたね、試しがないですね。多分、まあ相当小さい音なんでしょうね。そうですね、プツプツぐらいの音念仏台。念仏台逆にこれ全部その音が聞こえたらちょっと怖いですけど、ね、そうですよね、はい、相当な音量になりそうですよね。そうなんですよ、はい。それが念仏を唱えてる姿に見える、見える、聞こえるというか、はい、説と、あともう一つありまして、はい、念仏台ってオスが口の中に卵を加えて孵化するまでずっとこう育てて、育ててるんですよ、はい。でその時に新鮮なお水を入れ替えたりするのに口をパクパクさせてるっていうのがその念仏台のブツブツに唱えてるように、唱えてるように見えるっていう。なるほど。それは後でちょっと写真も用意してるんで、はい、ね、口の中で卵を育てるっていうのが念仏台の一個の特徴なんですね。そうですね。あ、なんか一瞬なんか言いましたね。今季節ら言う。言いましたね。はい、奇跡の前動画で説明した、はい、ハコフグちゃんが一緒にいました、ね。そうですね。でこれね、今ちょうど、あ、また引いちゃったんですけど、カサゴがね。はい。いますか。あ、このわかりますか、石の影に。あ、いた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 、はい。カサゴがこの念仏台を狙ってるんですよ、ずっと。はい、ね、ずっとやっぱ弱いお魚で捕食者に狙われてしまうっていう念仏台です、ね。念仏台です。はい。今は茅山の海も寿司の海も、念仏台がたくさん群れています。いただきます。いただきます。口の中で卵を育てるすごい魚なんです。これがさっきもちょっとお話した口の中で卵を育ててる。そうですね、キラキラしてますね、はい、もうこの銀のやつが卵ってことですね。そうですね、もうちょっとで生まれそうですね。もうなんかご飯食べれないじゃないですか。そうですね、飲まず食わずで育ってる父ちゃんですよ。なるほど、はい。でこれ右側がオスで、はい、卵を加える前にこうやって口を開けて、はい、卵を加えやすくする口の柔軟体操みたいのをしたりするシーンの写真です、はいはい。うん、なんかオスみんなクッキングパパみたいにちょっと顎が出てるような感じになってきますよね。加えやすいです、ね、加えやすくね。でもね、その加えてる、まさに加えるとか、はい、まさに子供が生まれるっていうシーンをまだ撮影できてないので、これから頑張りたいです。そうですね、頑張る。でこれね、最後ちょうどね、念仏台の撮影をしてたらカレイを見つけました。でね、カレイがずっと念仏台を、まあ、多分追ってというか狙ってるわけですよ、はい。常に目の前にこれだけご飯いっぱいありますから、こんなにご飯って困ることないですよね。ね、いくらでも。でこれカレー見て、これちょうどカレーわかりますか、ね、いますね、はい。そう、目の前にこれだけご飯あるわけですよ。そうですね、もうふわふわです。ふわふわですよ、もうビュッフェ、バイキン、バイキン、バイキン、毎日がバイキンです。最高ですね。でこれ僕がちょっと近づいていくと、はい、ちょっとそのプレッシャーを感じて、これね、結構早いんですよ、これ実際。そうですよね、はい、で俺も猛ダッシュ、猛ダッシュで追かけてるわけです。猛ダッシュしてもう今ハンハンしてるわけですよね。そうですね。で、そうすると結構もうね、この子はあーもうシャッていかれたら、もう猛ダッシュしてる時もずっと念仏台の群れを僕はかき分けて、ね、ほらほら、僕はすぐ出てます。これなんか美味しいらしいですね。あ、
美味しいんですよね。これなんか四国の方とかだと煮干しとかにして、それを煮汁にしてなんか食べてる地域もあるみたいですね。はい。あとはなんか一応白身で淡白のお魚ということで、なんか唐揚げとかお味噌汁とかに入れて食べると美味しいらしいです。なるほど。はい、もう食べてみましょうか。そうですね。はい。食べましょうか。そんなわけで、そんなわけで、はい、今日は、念仏台について、お話しさせていただきました。それでは、パーコ先生、最後、今日の格言お願いいたします。はい。僕を食べて大きくなれよ。丸大ハンバーグ。ありがとうございます。次回もまた、お楽しみに。怖かったー。